現代日本。高度経済成長を経て近代化が進み先進国となった今、忍びも過去のものとして語られる存在だ。しかし忍びは今も存在している。忍びの世界には国家に所属する善人と企業や個人に雇われ様々な行為を行う悪人がある。善と悪、光と影、互いに寄り添う存在なれども交わることはない。しかし善人と悪人が共に目指す存在がある。忍びとして生きるものならば一度は目標にする称号、神楽。善人悪人関係なく最高位の忍びにのみ与えられるその称号は、それを知る全ての忍びの目標であり最高の栄誉である。そして優れた忍びの集団に与えられる神楽に並ぶ称号、それは忍びマスターという。これから始まるのは忍びマスターを目指す少女たちの物語である。あら、時間通りですね。ようこそおいでくださいました。時間を守るのは忍びとして当然のことだろう。もう健康？こういうのは挨拶みたいなものなの。思ってなくても言わないとダメなの。本人の目の前で言ったら意味がないと思うが。いえいえ、先生もお分かりですよね。こういうのは儀礼のようなもので。いいから早く本題に入れ、月光。話題をそらしたのは先行なのに。なぜここに呼ばれたのか聞いているとは思う。先行ごまかした。近々ここで忍びの学生によるチームトーナメントが行われる。その出場する忍びの指導を先生には行ってもらう。以上だ。分かったか。先行、それじゃあ分からないと思うのだけど。じゃあ残りは月光が説明すればいい。さっきの先行の説明に付け加えると、先生には指導してもらう学校が決まっているんです。国立半蔵学院。グレン隊。比率蛇女子学園。私塾月仙女学館。聞いていたとは思いますが、この4校です。後々先生の実績次第で追加の可能性もあります。トーナメントの他にも任務や訓練に彼女たちを連れて行って強くしていただくのも目的の一つになるんです。そして善人悪人抜け人も問わない、
最強の忍びのチームを育て上げろ。あ、大事なところを取らないで先行。詳細は以上だ。そういえば自己紹介はしていないな。あら、失礼しました。これも先行が口を挟むかな。私は先行だ。私は月光です。二人とも決戦女学館の中等部所属なんですよ。そうですね。改めてですが、先生の名前を教えてもらってもいいでしょうか。私たちが中等部と聞いて驚きましたか。私たちは大会運営の手伝いだ。主催というわけではない。安心しろ。あ、もうこんな時間。忍びたちを待たせているので闘技場に向かってください。私たちは後からすぐ向かう。ええ、それではまた後ほど。ねえねえ先行、あの人どうかしら。悪い方じゃないとは思うのだけど。上層部が我々にお目付け役として送ってきたんだろう。まあ、強い忍びを育ててくれるなら、どんな奴だろうが問題はない。吹雪様の目的のためにも、この子たちには強くなってもらわなくちゃ。ふっ。私たちだけで十分だと、いつも言っているのだがな。あと、先行？先生相手にその態度はどうなのかしら。失礼なんじゃない？怒られても知らないんだから。別に月光には関係ないことだ。カッコつけるのもいいけど、ほどほどにね。先生！先生、あのお方がですか？うん、そうだよ。ここで私たちを指導してくれるんだって。いつの間にお会いになっていたのですか？うん、うん、ちょっといろいろとね。集まっているみたいですね。ああ、ところで私たち以外の学校はいいのか。開会式をするわけではありませんので、先生との顔合わせをしていただければと。なあ、私たち抜け人なんだがいいのか。善人悪人抜け人を問わず、忌まわしいが決まりということなら問題はないだろう。いろいろな話は置いておいて、まず先生に自己紹介をしてもらいましょうか。あ、私知ってますよ。先生の名前は先生ですよね。そうです。
この方は先生、あなた方の指導を行ってもらいます。私たちの自己紹介はいいの？ユミちゃんは初めましてみたいだけど。今は別の説明がある。先生、忍びたちのプロフィールは後で確認しておいてくれ。まずね、ひとまず4号の実力を先生に見てもらうの。なるほど、じゃあ私たちの出番だね。おい、なんでそうなる。この中で一番強いのは私たちだろ。その言葉は聞き捨てならないな。そうです、私たちに負けるつもりはありません。ややこしくなるから張り合うのは後にしろ。ひとまず半蔵学院と穂村グレン隊、お前ら。穂村ちゃん、負けないよ。私だって負けるつもりなどない。そういえば任務に出た時の指揮も先生にしてもらいますから、模擬戦トレモを持ってもらって先生には指揮を取ってもらいましょうか。そうですね、半蔵学院をお願いしてもいいでしょうか。早速ですけど忍びの確認をしてもらいますね。それじゃあ、行ってきます。アッハ、舞い忍びます。任務開始。行くよー。
ズバリやるよ。やっちゃうもん。行くぞ。片付けてやる。申し訳ございません。セイブ。やっ、まだ。